株式会社湘南動物プロダクションは千葉県成田市にある動物専門の芸能事務所である。獣医大学の学生だった坂本敦史博氏は友人からある広告代理店が CM で使うボクサーを探していると言われ連れて行ったところ動物をメディアで紹介する魅力を知る。その時の坂本の夢は日本国外の牧場で獣医になることだったが 映像の現場へ何度か行くうちに、これを自分の仕事にしたいと決意する。同プロダクションの最大の特徴は、日本で唯一、獣医学博士が運営する動物専門のプロダクションで、いすみ市には約2万3000坪の敷地を誇る、飼育場を保有。さらに、ハリウッドの動物プロダクションや、太陽国の映画会社とも提携し、大の映画会社では、 アニマルランドなどの飼育場などを委託されている。かつては関連会社に市原像の国があったが、坂本と妻の離婚により、湘南動物プロダクションから独立し、資本関係が解消されている。動物タレントの種類としては、犬、猫、うさぎ、小鳥などの一般的なペットから、ライオン、虎などの猛獣、アルパカ、イノシシ、カンガルー、オオカミといった、 野生動物など幅広い。この他に所属していない動物の出演依頼もあり、社員で探したり、提携先から借りて撮影している。ソフトバンクの CM シリーズ、シラとヤに出演していた、北海道県の海君が所属していた。ありがとうございます。